石川さゆりです。やっと民のアルバムが完成いたしました。民の民というアルバムが完成いたしました。このアルバムは日本中の、民謡を、アルバムにまとめてみたいと思いまして、ただアルバムに収めるだけではなくて、何か日本人が暮らしの中でこういうふうに喜んだり、祭りの時、そして仕事の中で労働家としていろんな時に歌ってきた歌というのを今の風にちゃんと乗っけて、若い皆さんも、そして海外からいらっしゃるお客様にも、日本ってこんなに素敵な国なんです、日本人はこうやって、過ごしてきましたっていうのを、歌で聴いていただきたいと思って作ったものです。それでたくさんのミュージシャン、たくさんの素敵なアレンジャー、亀田さんもそうですし、亀田誠司さんや、それから矢野明子さんや、それから菅野陽子さんや、もちろん、小津義行さんとか、たくさんの方たちが一緒にこの音楽作り、アルバムを作ってくださいました。そして、ソーラン節は布袋寅泰さんがギターを参加してくださいまして、私も今までも何回か民謡の形でこのソーラン節を歌ってきたんですけど、まだこういう風に変化できるんだなっていう、とっても素敵な上がりになりました。日本人の暮らしの中で歌、どうぞ皆さんも聴いてください。ありがとうございました。いやいや、こちらこそ先日はお忙しいのにありがとうございました。今回はすいません、ありがとうございます。とんでもない、楽しみですね。詩を見たらね、結構素敵な詩でね、お父ちゃんが、男の人がすっごい荒れた海にこう船出して漁に出るんですよ。ありがとうございます。完璧。イエーイ。